皆さんこんにちは、ピースケです。今回この動画ではなんとですね、国用様よりサンプリングとしてグッドツールズの全50種すべてご提供いただきました。これだけ大量の製品をご提供いただきありがとうございます。なんとか画角に収めようかと思ったんですが、全50種類ということでノートや小物、筆記具まで白で統一することができます。ということで、この動画の簡単な目次なんですけども、1つ目、白系文房具のメリットデメリット、2つ目、個別の商品紹介、3つ目、簡単なコーディネート例、4つ目がですね、動画のまとめということで、チャプターごとに区切っておきますので、お好きなところからご覧になってみてください。ということで、まず1つ目、白系文房具のメリットデメリットなんですけども、個人的に思う特徴が3つございまして、まず1つ目、すっきりと見える。白系ですと、爽やかにおしゃれに見えますので、コーディネートが苦手な方でも、おしゃれにまとめることができます。特徴2つ目、清潔感ということで、先ほどの1つ目のすっきり見えると似たようなものがあるんですが、奇抜なデザインもいいんですが、白系にまとめることによってかなり清潔感を演出することができます。3つ目の特徴、統一するとさらにおしゃれにということで、単品で使うよりも持ち物を全て白に統一することによってよりおしゃれにまとめることができます。逆にですね、デメリットということで、こちらはデメリットという感じではないんですが、今までは色々なメーカーから各種白系の文房具を集める必要があったんですが、グッドツールズにつきましてはほぼ全ての文房具が揃っていますので、簡単に集めることができちゃいます。それでは続いて個別の商品を見ていきたいと思います。それでは初めにゲリンクボールペンから見ていきたいと思います。カラーが全10色展開となっていまして、黒、赤、青、ブルーブラック、水色、黄色、ピンク、紫、オレンジ、黄緑、以上の10色展開となっていまして、開始につきましてはうち4色の黒、赤、青、ブルーブラック、以上の4色のみなのでご注意ください。開始の交換方法は、ペン先をくるくる回しまして、バネがあるので注意しながら取り外して、先端カバーと樹脂玉を外して、セットすることで交換することができます。それではノートを使ってどんな感じの発色になるのか見ていきたいと思います。窓からインクの色を確認できるようになっていまして、シンプルなラバーグリップも付属しています。ということで、黒、赤、青、個人的に好きなブルーブラック、水色、黄色、表記上では黄になってますね。ピンク、紫、オレンジ、最後は黄緑。はい、ということで、こんな感じで書くことができました。かなり発色がいいボールペンで、通常のボールペンであれば水色や黄色などが光で飛んで見えなくなってしまうんですが、画面で見るよりも色ははっきりとしています。加えてですね、書いてる際の引っかかりなども感じられず、割とボールペンにつきましては使い始めてすぐの場合、書き始めが引っかかったりするんですが、特にそういった現象も見られず、バランスが取れています。この中で好きな色を選ぶとしますと、4番目のブルーブラックと8番目のパーポーカラーがはっきりしているので、とても好きな感じです。次にこちらの透明で中身が見えるペンポーチなんですけども、カラーが2色でクリアホワイトとクリアネイビー、実際の現物を見てみますとホワイトというよりグレー系の感じですね。持った感じは分厚さを感じる仕様とはなっているんですが、中を開けると透明の型紙が入っていますので、取り外すとかなり柔らかめなペンポーチとして使うことができます。サイズはですね、高さが 107mm、 横幅が 186mm、厚さがですね 30mm ということで、テープのりや消しゴムが割と厚めかと思うんですけども、一緒に持ち運ぶことができます。こちらのペンポーチの収納力の目安なんですけども、ボールペンが10本と
マーカーペン5本、だいたい15本ぐらいが目安で収納することができます。次に4番目が B5 サイズのノートなんですけども、デザインといたしましてはキャンパスノートをよりシンプルにしたような感じで、左から A 罫線、B 罫線、方眼罫ということで、キャンパスノートにつきましては方眼罫につきましてはブラックカラーを採用しているんですけども、ダークグレーとなっています。 A 罫線につきましては表面、裏面がこういった形になっていまして、30枚入りで中を開けますと7ミリ幅の横罫線となっています。 B 罫線につきましては表面、裏面で中の罫線が6ミリ幅の横罫線、最後方眼罫につきましては表面、裏面、中身なんですけども、こういった形で、個人的には図が非常に描きやすいので方眼罫を押しています。5番目がですね、ルーズリーフとプリントを一緒に閉じられる二欠バインダーということで、コンセプトが非常に面白いんですけども、ルーズリーフの B5 サイズと穴開けパンチで開けた A4 サイズのプリントを収納できるので、サイズが異なる紙を一冊にまとめることができます。なので初期状態はですね、横罫線のノートが10枚入っているんですけども、その後ろがポリプロピレンとなっていまして、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、インデックスが付属しています。最後はちょっとした収納もついています。またリングがちょっと変わった形をしていまして、通常のリングは丸型だと思うんですが、閉じる側がですねカクッと折れていまして、まっすぐなリングとなっていますので、非常にスムーズに抜き差しすることができます。さらにリングは左からさっとワンタッチで取り外すことができます。さらにですね、表紙をご覧いただくと折り目がそれぞれついているんですけども、折り目に沿って開けますとこういった形状になるんですけども、閉じたものが閲覧しやすくなっていまして、収納枚数が100枚ということで、見た目は結構薄型なんですけども、かなりの内容の書類を保存することができます。続いて6番目なんですけども、柔らかリングで書くとき心地いいソフトリングノートということで、リングノートの弱点だったページの境目なんですけども、非常にストレスが軽減されています。通常のノートはノートを反対に折り返すとちょっと罪悪感があるんですが、問題なく折り返すことができまして、リングノートにつきましては点線が入っていますので、3種類すべてカットすることも可能です。手で破るのと比べて非常に綺麗にカットすることができるので、細かいポイントですが非常に嬉しいですね。7つ目が 2way マーキングペンです。左からマーカーペンと右側に細かい文字が書ける細字がついているんですけども、マーキングや文字書きを1つのペンで行うことができます。ちなみにカラーがブルー、ピンク、ゴールド、グリーン、グレー。実際にノートを使って書いてみますと、まずはじめにブルー、ピンク、ゴールド、グリーン、グレー。こんな感じで書くことができます。裏抜け裏打ちにつきましては全く問題ないですね。続いて8番目、9番目、10番目ということで、シャープ返信とシャープペンシル、消しゴム、ホワイトとブラックを見ていきたいと思います。はじめにシャープ返信とシャープペンなんですけども、印字されているカラーがそれぞれの芯の太さと一緒なので、細部までこだわりが感じられます。 0.3 がこちらで、 0.5、 0.7 ということで、デザインはもちろんなんですが、使う際にも間違いにくくなっていまして、さらに六角形となっていまして、鉛筆のように使えるんですけども、芯の入れ方が通常のシャープペンと比べるとちょっと変わっていまして、なんと上部から芯を補充することができます。通常のシャープペンですと芯を取り替える際にキャップが飛んでいったりなくしたりしてしまうことがあるかと思うんですけども、そういった心配もなく簡単に芯の補充をすることができます。続いてノードを使って書いてみるんですが、先端の形状は結構違いますね。はじめに 0.3、 続いて 0.5、 最後は 0.7。
比べてみますとこういった形で非常に軽くて鉛筆のように使えるのが特徴なんですけども、ガシガシ書きたい場合は太めの 0.7 がおすすめですね。次に消しゴムを使って書いてみるんですが、こちらも非常にシンプルなデザインですね。消しゴムをホワイトで消した場合はこういった感じのイメージ。続いてブラック、断面はこういった形で、字を消す力はかなり強くて、かつ非常にシンプルなデザインとなっていますので、白系で統一したい場合はホワイトの方がおすすめですね。続いてハサミ、カッターナイフ、ステープラー、修正テープ、テープのりとテープのり詰め替え用、テープカッターを見ていきたいと思います。これだけの小物類を白系で統一するのも結構大変ですよね。まずはじめにキャップのない携帯ハサミを見ていきたいと思います。全長が 110mm で、刃渡りが 42mm、 裏面がこういった形になっていまして、ハイブリッドアーチ刃となっていまして、テープを切ってもベタつかない 3D グルーレス構造刃となっています。用途でいたしましては、プリントや提出書類、マスキングテープ、タグ紐のカットに適しています。外観はこういった形で非常にシンプルですね。ちょっとコツがいりますが、慣れてくると片手で刃先をクリアすことができて、そのまま切ることができますので、非常にシンプルなデザインとなっています。こちらにマスキングテープを用意してみたんですが、カットしてみたいと思います。ベトついたテープでも問題なくカットすることができます。次にそのままコンパクトなカッターナイフを見ていくんですけども、製品の特徴がポケットサイズで、フッ素加工刃、先に糊がつきにくくなっています。加えてオートロック機能ということで、使用時に刃をしっかり固定できるようになっています。その他ご使用上の注意ということで、刃の折り方ですとか交換方法が書いてあります。カッターのサイズといたしましては割とコンパクトで、手にしっくりくる感じですね。こちらに画用紙と厚紙を用意してみたんですが、カットしてみたいと思います。はじめに画用紙、次に結構厚めな厚紙、問題なくスパッと切ることができました。次にコンパクトなホッチキスを見ていきたいと思います。10枚閉じることができまして、さらにコンパクトということで、使用しない時には畳むことができます。開封した状態がこういった形なんですけども、非常にコンパクトですね。使う際はカバーを開けまして、こちらの部品を奥に押すことで使えるようになります。畳む時はですね、先ほどの逆で、こちらの部品を奥側に引くと畳むことができます。割とコンパクトな製品は留める枚数が少なかったりするんですが、なんとですね、10枚このサイズながら留めることができます。それでは続いて修正テープを見ていきたいと思います。こちらがですね、使い切りタイプとはなってしまっているんですが、ノートの紙に合う色で目立たなくなっていまして、通常の AK 線のノートが 7mm 幅なのに対し、 AK 線用は 6.5mm、 6mm 幅の BK 線に対しては 5.5mm ということで、少しだけ細くなっていまして、 K 線からはみ出さないように考慮されています。開封しますとこういった形になっています。非常に可愛いですね。 AK 線のピンクと BK 線のブルーということで、細かいところだけピンクとブルーが使われているんですが、その他はホワイトということで、とても可愛らしいデザインとなっています。はじめに AK 線で AK 線用の修正テープを使っていきたいと思います。使う際はメタルプレートが底部にあるんですが、メタルプレートを押し当てまして、垂直に立ててカットすることができます。 BK 線も同様にやっていきたいと思います。慣れてくれば K 線からもはみ出ないので、非常に目立ちにくい修正テープとなっています。続きましてテープのり、詰め替え用テープも販売しているんですが、詰め替え用のみで使用することはできないのでご注意ください。テープのりにつきまして、裏面はこういった形になっていまして、フリックキャップということで、スライドする形でキャップを開け閉めすることができますので、なくす心配がなし。ドットタイプなので、のりの糸引きがなく綺麗な仕上がりとなっています。使い方がですね、ちょっと画面では分かりづらいんですが、こちらの部分を回すように押すことによって開けることができます。もう一度いきます。ちょっと持ち上げて左から回すようにすると開けることができます。ちなみに反対回りでも開けることができるので、右利き左利きどちらでも大丈夫ですね。使う際はシュピッと回していただいて、糊をつけまして一瞬で貼ることができます。割とこういった形の小物類につきましては、キャップがどっかになくなったりしてしまうので、付属しているタイプだと非常に使いやすいですね。次にテープのりの交換方法なんですけども、まず蓋を開けまして、上部の
突起の部分なんですけども、こちらを押していきます。爪で引っかかってるだけですので、割と簡単に取り外すことができます。そして爪替え用のテープは下の部品に合わせながらしっかりと形を合わせまして閉じることができます。17番目、バンドでまとまる単語ノートということで、外観がこういった形になっていまして、枚数は85枚入り。ちょっとですね、バンドが変わった形状をしていまして、ボールチェーンのような感じで引っかかってるんですけども、ギザギザのある方を持ち上げまして外すことができます。戻す際はクイッと引っ掛けるだけなので、非常にシンプルに単語カードを持ち運べます。紙の厚さは結構厚めで、画用紙よりちょっと薄めくらいの感じですね。次に軽い力でまっすぐ切れるテープカッターということで、裏面はこういった形になっています。商品の仕様は 18mm 幅以下のテープをご使用ください。本体はぐるっと一周するとこういった形になっていまして、マットホワイトな感じなので非常に落ち着いた感じがあります。使い方はテープを引いてひねるように切ると簡単に切ることができます。ほとんど力がいらないですね。またテープの交換の仕方なんですけども、こちらに部品が半分で区切られているんですが、上部の三角形の部分を合わせると外すことができます。力を入れるのは上の半分の部分だけですね。これでテープが交換可能になりました。また戻す際は矢印を合わせてクローズの方にスライドさせると再び使えるようになります。続いて暗記ペンセットを見ていきたいと思います。太字で塗って細字で書くが1本でできる暗記用ペンセットということで、覚えたい箇所を緑のマーカーでマーキングして、覚えた箇所は消しペンで消すことができまして、極細のペンの方は暗記シートで消せるようになっています。裏面はこういった形になっていまして、特徴は裏側のページに染み込みにくい水性染料インクを採用していまして、紙質によっては裏抜けすることがあります。緑のマーカーでマーキングした箇所を消しペンで消すことができますので、そのあたりを動画で一緒に見ていきたいと思います。ちなみに暗記用シートにつきましては、落下防止の切り込みがついていますので、シートを紛失しにくくなっています。ということで開封した状態はこういった形で、赤シートがですね、上部に切り込みが入っています。地味に嬉しいポイントですね。太字が緑のマーカーとなっていまして、細字が嬉しいオレンジを採用しています。そして消しペンの方がシンプルなホワイトカラーで、先端はこういった形。それでは実際にノートを使って書いていきたいと思います。オレンジの極細ペンで書きまして、赤シートでチェック、こういった感じで綺麗に消すことができます。一方緑のペンにつきましては、割とブルー系のカラーなんですけども、赤シートで隠すとかなり文字が見にくくなりますので、すでに教科書や参考書などで印字してある部分につきましては緑のマーカーで消すことがおすすめです。覚えた箇所は暗記用の消しペンを使いまして、ボールペンにつきましてはちょっと跡が残ってしまいますが、割と綺麗に消すことができます。動画も終盤に差し掛かってまいりました。こちらが剥がせるルーズリーフということで、サイズが B5 サイズで、枚数はそれぞれ50枚、 7mm 幅の AK 線、 6mm 幅の BK 線、 5mm 方眼ということで、ノートとしても使えて、使い終わりましたら剥がして綴ることもできますので、ノートとしてもルーズリーフとしてもどちらでも使えるので、どちらを使うのか迷われた場合は買っておくと間違いない製品となっています。ちなみに AK 線につきましては7mm 幅でドット入り、 BK 線につきましては 6mm 幅で同じくドット入り、方眼形はシンプルな 5mm となっています。最後21番目、プリントファイル A4 サイズということで、使った際のイメージ図はこういった形なんですけども、ファイルを開けてこちらにクリップがついているんですが、スライドさせて A4 サイズのプリントを挟むことができます。こちらは A4 コピー用紙を使っているんですけども、サイズがですねちょっと大きめとなっていますので、少しはみ出て折れてしまう心配もないので、非常に使い勝手が良くなっています。また表紙はですね、下から見るとこういった形になっていまして、折り返せる形になっているんですけども、デザインだけでなく実用性も加味されている製品なので、後々見返す際にもかなり便利ですね。ちなみに開けまして、左側にも簡易的な収納スペースがございまして、プリントを挟む箇所もクリップ止めできて、裏がですねクリアホルダーのような形にもなっていますので、ジャンルの違う用紙でもまとめてわからなくなってしまうことがないので、ちょっとした持ち運びには非常に適しています。
それでは続いて黒曜の白文具で統一するとどんな感じになるのか見ていきたいと思います。まずはじめに棚に収納してみました。全体のイメージはこういった形で、左からシャープペン、ボールペン、マーカーという感じで収納しまして、一番右には予備のリフィルなどを収納しています。やはり白で統一しますとおしゃれな感じで、とても気持ちよく文房具を使えるようになります。ノート類を机の上に置いてみるとこういった感じのイメージになっています。閉じノートですとか、ルーズリーフ型のノート、リングノート、バインダーやファイルを置くとこういったイメージになります。どれも非常にシンプルで、インテリアとも非常に組み合わせやすいので、やはり白系は集めてて楽しいですね。はい、ということでこの動画は以上になります。黒曜様からサンプリングとしてご提供いただいたグッドツールズシリーズを全種レビューしてみました。これだけたくさんの製品をご提供いただきありがとうございました。いつもご覧になっていただいている視聴者様の力でもありますので、重ねて御礼申し上げます。最後のまとめなんですけども、基本的にどの製品を買っても完成度が高いので問題ないかと思うんですけども、特に気に入った製品をピックアップしますと、上部から補充することのできるシャープペン、非常に軽くて鉛筆のように使えて、かつシンプルに回芯を補充することができるので、とても使いやすいと感じました。その他はですね、ボールペンも非常に発色が良くて、特に一般的に薄い色、水色と黄色なんですけども、とても発色がいいので、白系文房具で合わせたい方はかなりおすすめなボールペンとなっています。最後はですね、まさかのテープのりなんですけども、キャップ式が割と多い中、片手で開けることができて、さっと使うことができるので、シャープペン、ゲルインクボールペン、テープ塗りが特に使いやすいと感じました。どれもですね、完成度が非常に高くて、集めるだけで白系の文房具で統一することができますので、気になる方はお近くの文房具店で探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。